ひろこ TV ボーカルレッスンはいどうも佐藤ひろこですこの動画は佐藤ひろこオリジナルボーカルレッスン動画です今日はバスンウォーミングアップこのウォーミングアップに関しては 三つ、えー、レクチャーしていきたいことがあります。まずはウォーミングアップその一、えー、ストレッチそして歌う前にやることああ。 そしてこれもね大切ね母音の練習です今日はこちらストレッチについて行っていきます。一番簡単な ののは準備体操なのでよくやってる体操をやるのが一番いいかなと思うんだけれどもちょっとよいしょよいしょ使いつまんで行っていきたいと思います。えー、まあ全身のストレッチグッとね動かしたりしますが私は特に肩がすごく凝っているので結構入念に腕を上げたりとかあとは 下半身とかもね、しっかり屈伸したりとかしてください。腹式呼吸とかの動画で多分やるかなと思うんだけれども、胸をぐーっと開いてもらったりとかすることがあるので、えー、少しね、このウォーミングアップの時に肩、背中がしっかりとほぐれているといいです。胸を張るだけじゃなくて、翼が 背中に生えたようなこうバサッというクッと肩甲骨がこう入る感覚をちょっとつかんでおいてくださいねしっかり背中と肩をほぐしてね次に、えー、首周りのストレッチも行っていきます、えー、横に振ったり前後に振ったり回したり でこんなふうに動かすのもすごくいいんだけれども実際に手を使ってマッサージするのもおすすめです。でこの時に首だけじゃなくて、て後ろの首ばっかりじゃなくて前もね顎とかこの下が下がさこのベロからぐーっとつながってこの辺ぐらいまで結構筋肉が張ったりするので。 この辺もしっかりほぐしておきましょう。次、えー、喉の内側のストレッチをしていきます、えー。舌を前に出して伸ばしていきますよ。えー、えー、ともう引っ張る。引っ張られるぐらい。えー、あしっかりここが伸びるでしょうか。そして、次に、 あくびの真似をして喉の,の奥を開けます、まあ。喉って言っても、この辺も喉だし、この辺も喉だから、喉の範囲ってすごく広いんだけど、どっちかというと、この奥だね。扁桃腺とか、大きく口開けると見えるかなと思うんだけど、喉、ンコが見えるあたりとか、ね、このあたりがガバッと開くような感覚です。あくびをしてるのが早いね。 しっかりと喉の奥を開けてください。次、えー、表情筋のストレッチです。まずは、いーの口で。いー。この時に横に広げます。いー、いーい次、うです。う この動画の後の後ぐらいの動画で母音の練習をするんだけど、その時に教えるうの口とはちょっと違います。今回のはストレッチなので、うはもうたくさん口のうです。うん。次もか、いー、うー。何回かやります。いー、うー、いー、うー、いー、うー。次、あです。あー。しっかり大きく開けてね。あー。

ただ回してるだけじゃなくて、うんうんうんで回してるだけじゃなくて、しっかりとこの舌先でほっぺたをブスッとこう、ブスッ、ブッサすように、<laughs> 口が悪い <laughs>。ブッサすようにやってくださいね。うんでしっかりとキュッと強めに。うん。こんな感じです。 どうでしょうか、えー、体ポカポカしてきたでしょうかね、普段の、あのー、ストレッチ全身のストレッチに加えて必ず顔や首あたり、えー、そして腹筋も、ね、しっかりとあストレッチをするように心がけてください次の動画はおそらく歌う前のストレッチウォーミングアップを <laughs> やるかなと思いますので是非そちらも合わせてご覧ください。 それではまたお会いしましまょう。お相手は佐藤弘子でした。バイバイ。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。高評価ボタンも押してね。 チャンネル登録してください